アンドレアフィッシャーレアフィッシャーはドイツの政治家、編集者、同盟90、緑の当初族。1998年からゲアハルト、シュレーダー政権で保健大臣を務めたが、2001年に狂牛病問題での発言の責任を取り保健省を辞任した。ノルトベストファーレン州アルンソベルク生まれ、アビトゥア合格後、印刷校としての教育を受ける。 印刷校、構成係として働いた後、ベルリン自由大学で経済学を学んだ。早くにカトリック教会から離れたが、およそ20年後に復帰している。大学卒業後欧州議会、ベルリン社会学研究所、連邦保健庁などに勤務した。国際マルクス主義者グループに属していたが、1985年に緑の塔に入党。1994年、 ドイツ連邦議会議員に当選。1998年の総選挙で、同盟90、緑の党とドイツ社会民主党の連立によるメアハルト、シュレーダー政権が成立すると保健省として入閣した。しかし、競牛病への対応をめぐって批判を受け、2001年1月9日にカール・ハインズ、分家農業省と共に辞任した。翌2002年の連邦議会選挙に落選し、 正解を離れた。現在は国際保険政策に関する出版業及びロビーストとして活動している。2001年からドイツ精神症患者会の名誉会長を務める。2002年から2003年まではニュース専門チャンネル NTV の番組緑のサロンの司会を務め、またラジオにも定期的に出演して新刊犯罪小説の紹介コーナーを持っていた。 2004年から2006年まではコンサルタント会社で保険、食品に関する経営顧問を務める。2006年からは広告代理店や雑誌社で公衆衛生に関する顧問及び編集者を務めている。ありがとうございます。